F1 の RB に所属する角田勇希24のレッドブル昇格へ向けて新たな動きが注目を集めている。今季の角田はマシン性能が劣る中でも安定的に入賞争いを展開する強烈なパフォーマンスを発揮。急成長はチーム内外で評価を高めている。 そうした中で、親チームのレッドブルでは第2ドライバーのセルジオ・ペレスが大不振に陥り、限界説が高まっており、来期のドライバー交代が検討されることに、RB からの昇格も選択肢とされ、解雇されたダニエル・リカルドに代わって性ドライバーになったリアム・ローソンとツノダを今季残りのレースで比較するとの観測も出ている。そうした中で、 ツノダのレッドブル昇格を育成段階からサポートしてきたホンダが猛プッシュしていると海外で続々と報道されている。イギリスメディアプラネット F1 は、ホンダは2025年 F1 シーズンのセルジオペレスの公認候補としてツノダ勇気を評価するため、レッドブルのテストを受けるよう、要請、した。イギリスメディア GP ブログも、ホンダがレッドブルと交渉中、 角田が、マックス、フェルスタッペンの次期チームメイトになる。などと次々伝えている。また、欧米のスポーツを扱う国際メディアクラッシュネットは、ホンダはレッドブルに対し、角田裕樹が、能力を披露するためのテストの機会を与えるよう圧力をかけている。数年間レッドブルファミリーの一員であったにもかかわらず、 角田はレッドブルのマシンをテストしたことがないと角田に昇格のための正式テストの機会が与えられるように交渉が進められていると指摘した。